聴者企画第4弾です。今回はアキさんの発案で選手を都道府県別に分けてみました。出身の都道府県別です。現役選手の出身地一覧こちら、じゃじゃーん。まあ、近畿が多いのは地元だから納得なんですけれども、意外と九州も多いですよね。まず見ていくのが東北出身。東北は若い選手が多いですね。山形出身、中野選手。中野選手といえば、あの井上ヘッドからもチェリーって呼ばれてたりね、この山形のさくらんぼにちなんで。秋田出身の石井大地投手は登場曲、去年も今年も同じ秋田出身の高橋優さんの曲を使っていますね。宮城出身の熊谷選手、まあ、熊谷選手と馬場選手は、まあ、同級生ですけれども、熊谷選手に宮城の自慢聞いたら、住みやすいことだと。田舎すぎず都会すぎずで、食べ物も美味しいって言っていて、宮城の食べ物で一番何が好きかっていうのを聞いたら、実家に帰ったらご飯がめちゃくちゃ美味しいんだっていうふうに教えてくれまして、もうおかずなしでもうご飯ばっかりでバクバク食べてしまうぐらいめちゃくちゃ美味しいそうなんですよ。熊谷選手のおばあちゃんの実家から送られてくるお米らしいんですけど、こっちでは食べてないんですかって聞いたら、こっちではライフのお米を食べてるそうです。まあね、それももちろん美味しいんですけど、でもきっと地元のこの宮城のお米は美味しいんでしょうね。続いて関東出身の選手、意外なのが東京出身ってお一人なんですね。山本選手だけだということです。大山選手、茨城県出身ですけど、メロンが美味しいそうです。お母さんから送られてきて食べることもあるみたいで、甘くて美味しいっていう話を教えてくれました。茨城メロン有名だって私知らなかったんですけど、そうなんですねって言ったら、僕も最近知りましたって話してました。千葉出身の伊藤将司投手、6月に ZOZO マリンで登板しましたけど、その時はやっぱり地元ってこともあって、おばあちゃんもご家族揃っていらっしゃってたみたいですね。神奈川県出身の青柳投手、神奈川出身っていうこともあって、高校時代やっぱり強豪のね高校と対戦するので、あの巨人の若林選手も同じあの神奈川の高校出身で同級生で、高校時代対戦もしたことがあるということで、やっぱり交流があるんですよね。で、あの今年巨人戦で青柳投手が二塁まで行って、でそこでピッチャーからいっぱい牽制を受けて、まあ、その時に牽制のたびに二塁に入っていた若林選手に、もう牽制やめてよみたいなやり取りがあったそうです。そうですね、あと長坂選手、群馬出身なんですけど、やっぱ群馬っていうと暑いっていうイメージあるじゃないですか。まあ、群馬出身で、その後東北福祉大で東北に行って、でその後阪神甲子園っていうことなんで、高校までの群馬のこの野球の時とかすごく暑かったんじゃないですかっていう話を聞いたら、いや意外とこっちの方が暑いんですよっていうような、なんでですかねとかって言ってたら、関西はセミがうるさいと。調べたんですよ、クマゼミがめちゃめちゃうるさいから、関東とかよりも意外とこのセミのうるささでより暑さを感じるっていう人は多いみたいです。そして続いて中部出身選手、岩崎投手、静岡は静岡県人会があるそうです。でオフに野球教室やったりとか、そういう活動もしてるみたいですね。トークショーをやってたりもして、佐藤蓮投手がルーキーの時はそのオンラインのところでこの3人オンラインに出演して、この高橋遥人投手、同じ静岡出身の、好きな曲をオンラインで歌う羽目になるみたいなこともあって、すごい恥ずかしがってたっていうので、岩崎投手に静岡自慢を聞いたら、やっぱり富士山ですかねっていう話をしてて、小学生の時に宿泊研修みたいな感じで小学生の時に途中まで登ったことがあるそうです。岩崎投手は清水市出身なんですけど、清水市で一番自慢なのはマグロだった。いいですね、今も魚ではマグロが好きみたいで、まあ、自分で市場に買いに行ったりもするそうです。清水東高校出身なので、岩崎投手は、まあ、サッカーのイメージが強いんですけど、お父さんも野球で、お母さんもソフトボールで、やっぱりこう野球の環境で育ってて、サッカーに誘われることもあったけど、
自分はやっぱ打って走って投げてっていう野球がすごく楽しくってっていう話をしていました。あと、まあ、中部だと渡辺投手は独立リーグでもねそのまま新潟に入ってそこからホークスに行って阪神に来てくれて本当に助かってますね。続いて近畿出身選手、一つ物申していいですか？なんでオレンジなんですか？すごいオレンジ、まあ、別にオレンジに罪はないんですけどね、すごいちょっと気になりました。それは、いや、タイはないですよ。 何からって、タイはないですけどね、タイはないけどちょっと気になりました。まあやっぱり兵庫甲子園のね本当に地元ですから、近本選手は淡路島で、佐藤選手は西宮で、5人もずらっと並んでますね。もう佐藤選手がね本当に近所ですからね、甲子園の。そこから佐藤選手みたいなスター選手がっていうのは夢がありますね。で大阪は堺出身の藤浪投手に北条選手、藤浪投手は大阪桐蔭で全国制覇も果たし、そして井上選手に陽川選手と、まあ、ここも4人並んでます。奈良県には島本投手と小野寺選手で、今回あきさん三重県出身ということなんですけど、三重は西投手と湯浅投手と前川選手と、西投手子供の時にどういう風に夏を過ごしてたかっていうのを聞いたら、西投手の地元の周りがもう森が広がってて自然豊かだったと、川に泳ぎに行ったりとか森の方に行って、夜のうちにこう木に蜜を塗って朝早くカブトムシを取りに行ったりとか、小学生の時そういう風に過ごしてたっていう話を聞いて、めちゃくちゃ自然豊かでいいなと思いましたね。しかもあんまり道具とか使わずに素手で行ってたらしいです。湯浅投手は三重県の尾鷲市出身なんですけど、三重の自慢を聞いたら、伊勢神宮、伊勢神宮は中学生ぐらいの時は少年野球のチームで毎年行っていたそうです。あと小学生の時にも遠足で行ったこともある熊野古道がすごく自慢だと話してましたね。世界遺産ですからね。よそ投手の実家が精肉店なんですけど、豚福っていう尾鷲駅のすぐ近くにあるみたいで、よそ投手が好きなメニューを聞いたらコロッケかなっていう話はしてました。子供の時練習帰りとか学校帰りとかにおやつでその美味しいコロッケ食べてたそうで、いやこれはもう本当にいつか行きたいなと思ってます。あきさん三重なんで行ったことあるんですかね、豚福。行ったらどんな味か一足先に教えてください。いや私も行きたいです。滋賀出身の上田海選手、やっぱり琵琶湖っていうのはバーベキューとかそういう思い出もありますかって聞いたら、いやほとんど行ったことないですっていう話をしてて、上田選手は甲賀市出身なんですよね。で甲賀市はこの琵琶湖に面してないんですよ。っていうのもあって意外と琵琶湖しょっちゅう行くっていう思い出はないみたいです。記憶にある限りはバーベキューとかで琵琶湖行ったのは1回ぐらいっていう話をしてました。海って名前なんで海はどうですかって聞いたら、上田海なのに海ほとんど行ったことないそうですちなみになんか名前の由来は覚えやすいっていうことがあって、海って書いて海っていうお名前だそうで、みんな海選手とか海くんとか言うじゃないですか。親しみやすい名前をつけてくれたことを感謝、親に感謝してるっていう風に海選手話してましたね。あ、足が速くなるコツも聞いたんですけど、小学生の時全力で鬼ごっこしていたそうです。やっぱその積み重ねが速さにつながってるみたいなんで、小学生のお友達が見ていたらぜひ鬼ごっこを真剣にしてみてください。続いて中国四国出身選手、私岡山県出身なんで森谷投手すごい嬉しいです。岡山出身糸原選手に島根の自慢を聞いたんですけど、やっぱ出雲大社かなっていう風に話してましたね。子供の時はちょくちょく出雲大社行っていたそうです。で高知といえばね、やっぱり藤川球児さんも出身でしたが、まあ、今は森木投手が球児さんのような選手になってほしいですね。あ、秋山投手香川出身で愛媛の西条高校進学して阪神ということですけど、まあ、イオのゴジラとも言われてましたし、広島出身だと今は西純也投手ですけど、まあ、西純也投手岡山の創志学園に来
てくれました。そこから甲子園に行って阪神ということですけど、まあ、今現役選手だったら西純也投手ですけど、まあ、広島といえば、まあ、たくさん OB でもいますよね。新井貴浩さんに、新井亮太さんに、まあ、その兄弟すごく広島弁も印象的で、金本さんもですね。阪神、広島多いんですけどね。はい、須郷さん、岡山出身です。はい、その岡山出身の選手はやっぱり、あ、めちゃめちゃ応援します。だ、山本由伸投手とかもう岡山の星ですよね。まあ、これは岡山の星というか日本の宝というかっていう感じですけど、だから山本投手の試合は結構見に行ったりしますね。あと DeNA の佐野選手とか柴田選手とか、いや結構いるんですよ。阪神はね、今一人ですけど、過去八木さん、八木博さん、代打の神様、一番重要なところ星野さんですよ。はい、岡山といえば星野さん、星野仙一さんで、私が人生で一番幸せだった瞬間の2003年6月15日はもう星野仙一さんのおかげなんでね。そして九州出身選手、福岡出身の梅野選手、まあ、梅野選手といえばね、明日も勝つ場合のお立ち台の掛け声も印象的ですけど、で浜地投手も福岡出身ですけれども、まあ、浜地投手といえば福岡の有名な酒造、浜地酒造、浜地投手の実家ということを知って、まあ、買い始めたんですけど、すごく美味しいんですよ。私が買ってるのは甘酒なんですけど、浜地投手の夏バテ解消の秘密はその実家の浜地酒造杉の屋の甘酒っていう風に話していましたね。浜地投手におすすめの飲み方とか聞いたんですけど、果物と一緒に混ぜてスムージーにして飲むのがおすすめって聞いて、でイチゴが一番おすすめっていうのを聞いて、それ早速試して、そしたらめちゃくちゃ美味しくて、私はちなみに甘酒150、豆乳150、冷凍イチゴ10粒ぐらいでミックスして飲んでおります。飲む点滴とも言われて、なんか甘酒って冬のイメージあるじゃないですか。実は夏の季語らしくって、これ浜地投手のお母さんから聞いたんですけど、夏の季語で、だからこの夏バテ防止にも昔からいいよっていう風に伝えられてたみたいですね。この浜地酒造は藤浪投手もオフの時に行ったことがあるみたいで、バスを乗り継いで杉の屋さんに行ったそうで、いろんな酒蔵とか見学して大満喫したっていう話をしてました。熊本出身の岩貞投手、熊本自身の翌年から熊本にも寄付をしていて続けていて、で毎年オフに益城町にも行って皆さんと交流してっていうことを続けていらっしゃるんですよね。若林忠志賞も受賞しましたし、その熊本への思いがすごく強い選手ですよね。その成績に応じた貢献を毎年されていますし、今シーズンも応援してます。今回は選手を出身都道府県別で分けてみましたが、いかがでしたでしょうか。今回のこのアキさんの企画でプレゼントに当選した視聴者企画としては一旦終了という形になるんですけれども、これからも YouTube のコメント欄だったり Twitter の DM でこんな動画が見たいよというのをずっと募集しています。送ってくださればそれが叶う可能性も大いにあります。ぜひぜひ私たちにアイデアをよろしくお願いします。私が見たいといった企画もこれからまた公開されますので、そちらもぜひお楽しみにしてください。